霧すごいね。うん。うわ。幻想的だ。うん。ケイト昨日いなくなったかと思った。隣見たらケイトの姿なかった。この下に落ちてたの。私マットレスの下に。坂になってるから。知らない。横向いたらケンのくるぶしだった。足元で丸くなっててエスカルゴみたいな。エスカルゴみたいになってた。すごい綺麗だ。今開けたらもっと綺麗かもしれん。おお綺麗。めちゃくちゃ綺麗よ。めっちゃ綺麗。わ待ってすごいねこのテント。わなんだろうこれは。すごい、すげえ。奇跡のテントだ。めちゃくちゃ幻想的。うわあ、なんじゃこりゃ。ケイト、あっちの奥、霧が綺麗。こっちすごいよ、もう境目ないぐらい。おお。地平線の境目がない。ほんまや。綺麗。コーヒー持ってくるか。うん。コーヒー持って、椅子もここに持ってきて、のんびりか。椅子ここに持ってくんのいいね。いいね。あっちでもいいけど、あっちの木の下にする。うんうん、今日のコーヒーは、てか青森でコーヒー買えばよかったね。そう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 。昨日言った。青森らしいっていうことか。県外さん、あるよって言っちゃった。なんと青森ですが。え？エナコーヒー。かわいいこのパッケージ。旭川だって。いいね。ちょっと青森のコーヒー買い忘れたんでこれを飲みます。はい、今入場待ちしてる人で動画見てますって言ってる人いて、ね、ええみたいな。なんでここにいるんですかみたいな。いるんだね。青森ね。青森ね。めちゃくちゃ嬉しいね。しかもさ、ゼクーじゃないからさ。分かりにくい。分かりにくいよ。あんた、ま、なんでまたカバン背負ってんの？カバン。大事そうに。カバンは常に背負ってる。100万円入ってる。100万円？ 5,000円しか入ってない。いいね、夫婦で観念。あ、ワンコも乗ってたの。あら、どこ乗ってたの。一番前にワンコがライフジャケット着てなんか晴れてきたね、うん、さっきの霧の感じも良かったけど、やっぱ晴れはいいね。いいね。もう一泊したいな、ケイト。温泉やめるか。温泉やめるか。今日行く温泉、サウナもないしな、ケン。サウナないらしいね。散歩しながら。ここでもいいか。プーのとこ？プーのとこ行きたい。行くか。うん、いいよ。
何ここ、ケイ。すごい場所を見つけちゃった。なんだここ。プーさんの世界だ。気持ちいいね。最高だ。ため息しか出ない。やっぱり湖マスターになるしかないな、俺ら。でも湖マスターになるならさ、うん、九州行けないよ。いいの？九州にもあんじゃない？四国とかにあんのかな。どうなんだろうね。四国あんのかな。日焼け止め塗ったか？濡れ？やばいぞ。うん？曇ってたから行けるかと思ったら急に晴れて急に晴れてきた。いいね。いや、サップいいね。みんなサップやってるよ。太郎さん絶対やらないんだって、怖いから。え、そんなこと言ってた。太郎さんはサップもカヌーもやらないらしいですよ。太郎さん、あれ本当だったんだ。あ、カヌーはできるんだって。サップは本当に無理。めっちゃやってそうなのにね。サーフィンとかさ、落ちるじゃんって。太郎さんが可愛い声出して落ちてる姿見てみたいな。なんならちょっと落としたいもんね。後ろからちょっかいかけて、うん、後ろから迫るのも怖いんだもんね。迫られるのも。高いとこも怖いし。会いたいな。あ、どうもどうも、ケン。え、そんな大きいお水ってたの？ここはだこの水？水、水水。へー、いいね。普通に飲んでみたいね。うん、飲もう。どんぐらい食べるんだ、ケンは。うどんでも食べたい。じゃあ、おむね。うん。あれ、ケンとせんべい見つけた？見つけてない。楽しみだ、せんべい汁。せんべい、前回先入れしちゃったから。あれ、本当は後入れなんだって、うん、後から入れて煮込む人は煮込むみたいな。はいはい。もう、もやしも本来入れないと思うけど、何でもいいって青森の人に言われたから入れます。せんべい汁の出汁はこちらです。八宝汁、万能出汁。どれぐらい入れたけん、これ10倍だったんだよ、だから。あ、そうか。じゃあこれぐらいか。いや、本当はね、鶏で出しといたかったんだけど。いや、鶏買うの忘れたのよ。ねえ、ミスったね。せんべい、豆乳、これをなんかパキパキ割って3等分ぐらいにして入れるらしい。美味しそう。運命だ。運命だぞ。まさか青森に。この間まで札幌に住んでたんだって。あ、そうですそうです。転勤で青森に来て、サビのイベントも札幌ファクトリーのイベントも来てくれてて、で転勤になっちゃって、その会えないかねって話はしてて、しかも最近結婚式挙げられて、その場所がまさかのローズが、しかも天気が雨。さすが、最高。さすが。でもね、神様が涙流してくれてるらしいんで。いや、それも聞いてて。なんで2人で言ってたんですよ、2人。今夫婦もさっき言ってたから。
ね、まあ、記憶に残るよね、うん、むしろ良かった、うん、はい、本当にやば、やばいっすね。仕上げにネギを入れて終わりでございます。はい、来てくれ、OK、うん、後でうどんやるならちょっとだけ残しておいてもいいか。はい、こんなもんかな。もういいよ、ネギシャキシャキで食べたければ。あ、でもこの大きいのがあるからちょっとだけ。おいしそう、このせんべいがおいしいのよ。ハマっちゃった、今食べちゃった。何してんの、え、ひたひたじゃないやつってこと。ひたひた何をしてんの、美味しかった。めっちゃ美味しい、食べよう。やっぱりこれが一番いいか、しゃもじ。これが一番好きだよね、湖を見ながらさ食べるご飯で汁物ね。汁物、昨日とか結構涼しかったからさ、あったかい汁物でもいいかなと思ったけど、今日結構暑いんだよね。でもなんか今ならここは日陰だからあ、そうか、うん、ごめんなさい。あ、ケイト一味入れる、うん、地元の人一味入れるかどうかは分からんけど、でも何でもいいって言ってた、本当に好きなものを入れて好きなようにやればいいんだって飲んでみて、変に濃いって怒られるかもしれない。じゃあいただきます。やっぱ美味しい、うまっ、めちゃくちゃうまい。いただきます。ちょうどいいよね。あ、最高。またこのせんべいも違うね。違うよね、うん、昨日のせんべいの方が餅っぽくて食べ応えはある、うん、これはちょっとお風みたいな。お風だね。いや、おいしい。うん、あ、しめしめ。わあ、綺麗だ。金もうどん入れちゃうか。入れたかったんでしょ、一刻も早く。腹減ったせんべいじゃ足りない、うん、うどんどこ行ったっけ。あ、クラブス、うん、昨日の、頑張れ、中野、中田、木村ストア。あ、木村スト、木村ストアで購入したうどん。県が毎回林ストアっていうかどこそれ。なんで林なんだろう。せんべい汁にうどん入れるかさっき確認したんだよね、地元の人に。うん、入れてもいいんですかって、うん、じゃあ、ありですよって言ってたんで、うん、入れさせていただきます。でもあんまりしなさそうな反応だったね。でも、うん、結果なんでもいいんだわみたいな感じだった。じゃあ面白いよ、なんか青森に行くと結局なんでもいい。2つ入れるよね。こんな感じになりまして、ネギかけて、ネギ、追いせんべいしちゃった。あ、気づいた、残ってんの。残ってた、うん、見た。あれをちょっとカリカリで食べてみるバージョンやろうと思った。あ、ごめんいやいやいや、全然いい。どんどん、ありがとう、ありがとう。汁入れて。いや、このなんか汁がドロッとする感じがわかる、うん、いいよね。緑のたぬきあるじゃん、うん、天ぷらあるじゃん、うん、あれをひたひたにするとコーヒーになるのよ、うん、だからケン、これ好きなんでしょ、うん、そんなに。多分ね、それ思ってた、うんうん、めっちゃ似てるよね、うん、だから私は今最後のせんべいをパリパリで食べてみた。いや、すいません、私後入れ派だからさ。うんうんうん、めちゃくちゃ美味しい。うん、うん、マジで緑のたぬきだね、うん、うどんめっちゃせんべい汁に、うん、うん、なんか冬は結構サウナがいいみたいで、この奥に ね、樽のサウナ、うん、なんていうっけあれ、バレルサウナ、バレルサウナがあって、川に飛び込むのかな、うん、ね、最高だよ ね、 ね、冬は飛び込めないよね。そうか、真冬は飛び込めないか、雪にダイブ、うん、あ、ここにあったよ、パリパリ、うん、くれ、うん、か、かっこしみしみの方が良かったんじゃない、うん、うん、あと驚いたのがさ、ここのレンタルのテントがゼクエムなんだよね、うん、すごいね、うん、あんまないよね。ない、大体なんかコールマンとかだけど、うん、スノーピークとか、うんうん、あ、そうだね。いや、ここのサイトにゼクちゃんも貼りたかったな、うん、思った、絶対いい写真撮れるよ。大滝だ。うわ、
はい、オイラス渓流全部見るってなったら相当な時間かかる。5時間か。なんでさっきのあのキャンプ場のスタッフの人にここは行った方がいいよっていうところをちょっとピックアップしてもらって、ね、マーカーつけてもらったんで、ね、そこに行きます。1、2、3、4、5、ここか。1個目が銚子大滝、うん、行ってみよう。行ってみよう。ここ来た修学旅行で。来た覚えてる、うん、いや俺全然覚えてない。なんでだろう。修学旅行の時点でめっちゃ楽しみだったから、超覚えてる。マジか。滝の音が聞こえてきてる、うん、もう近いのかな、うんうん、すごい、うん、おすげえ。流れ、やすごいね。パワー感じるね。楽しそうだね。あんた落ちんなよ。やめなさい。あんまり。道もめっちゃ綺麗じゃない。ここドライブするだけでも癒される。なんか奥入瀬渓流の一番奥にカフェ、軽食、スイーツとか売ってるのか。ケンが餅を食べたいそうです。え、そういえば今回ソフトクリーム食べてないね。え、待って、あった。あった。え、奥入瀬ソフト。え、食べようよ。牧場じゃないからな。いや別の方がいいんじゃないか。え、待って、私これ食べたい。奥入瀬苔ソフト。苔ソフト。え、抹茶だって。抹茶、抹茶とチョコレート。え、むせそうじゃないこれ。え、私抹茶大好きだからこれ食べたい。貢献ソフト。おもろいね。良さそうな。ジェラート見つけた。リンゴの。やっぱ青森だからさ、リンゴまだ食べてないでしょ。めっちゃおしゃれだよ。ソフトじゃないような気がする。リンゴジェラートにしよう。ん？タコ。コケソフトがいい。ここみたいな。ん？コケソフトがいいの。一日でいいでしょ、ケン。何も二人で一個じゃなくていいんだよ。まあいいよ。じゃあ。いちいちにしよう。めちゃくちゃ美味しそうなアップルパイあった。これめっちゃうまそう。え、これもおしゃれ。どっちにする？こっちと。え、こっちも美味しそう。いや、ケイトはコケソフトでしょ。ダメだよ。いや、これあるの知らなかったからさ。ケイトはコケソフトだから。こっちも美味しそう。聞いてみようか。ケイト買ってこい、あれ。コケソフト、うん、食べるよ、悪いけど。食べるよ、私は。いらないんでしょ、ケン。いや、俺も食べるよ、それ。コケソフト、バカにして。コケソフトのこと。かわいいじゃん、これ。かわいい、めっちゃ。アップルパイ食べなさい。富士リンゴ。三富士。いいの？先に食べて。いいよ。これも飲んでいい？ちょっと。うん、いいよ。リンゴヨーグルトだって。うまい。いいの？ケン。いいよ。私結構アップルパイ好きなんだよね。なんか一時期作ってなかった、私。ケイト作ってくれたよね、うん、なんか最近ちょっと作ってないけど。結構硬いんだ、皮。美味しそう。いただきます。うまい。結構甘い。うん、上品。うん、全然甘くない。甘くないっていうか、その砂糖の甘さじゃなくてリンゴの甘さ。うん、いいね。おお、美味しい。しかもなんかここもいい感じじゃない？おしゃれで。あんま人いないね。ね、土曜日だよ今日。ケンってアップルパイ好きなんだ。うん、好き。いただきます。うん、甘さ控えめで美味しい。このカリカリのところ食べていい？どうぞどうぞ。そこが美味しいよね。ここうまいよね。うん、買って正解だ。
こういうのね、お土産で持って帰れればいいのにね。当日までみたいな感じ。でもフェリーならなんか行けない？行けるかな。川のね、音が聞こえてきて、うん、いいよね。さあ、いいね。あの後私がお腹を壊しまして、コケソフトは一旦なしになりました。あんだけ食べたい食べたいって言ったのに、いいの？お腹壊したちなみに、はいはい、奥入瀬渓流について調べました、うん、なんであんなに美しい滝、うんうん、とこうなだらかな川がずっと続いてるのかなって。したらね、なんで、うん、ちょっと待って、アリが。奥入瀬渓流の遊歩道から見える滝や岩壁のほとんどは約76万年前に20キロ離れたカルデラから噴出した火砕流堆積物で、あのうちらが京都町の十和田湖ももともとあそこが火山で爆発してくぼんで、そこが湖になってるじゃん、うん、その噴火した火山灰とかが蓄積して圧縮グッてなって岩になって。圧縮圧縮って書いてるよ。熱いうちは結構膨張してんのかな、で、うん、冷えてキッとなったのかな、うん、これは想像です。今みたいになったんだってで、70メートルにつき1メートルしか下ってないんだって。70メートルでやっとこれぐらい、だからすごい緩い勾配だから、うん、川の中の小さな岩や倒木にも苔が生え、うんうんうん、独特の美しく繊細な景観を作り出すのです。もうちょっと急だったら激しすぎて流れが速いから苔もできないんだ、うん、面白いね。こんなに続いてる川見たことないもんね、うん、素敵。いや素敵、いいものを見させていただきました、うん、はい、来てよかった本当に。もう来れないよ島、いないんだよこんなに滝とか見てる島なんて。島はまだ居酒屋気分なのか。あ、島来た。もうこれ着替えろ。あ、持ってたの服。え、持ってきてたあんたペットの着替え持ち歩いてるお父さんじゃないんだよえ、うん、また居酒屋イベントの時に着替えます。確かにね、メリハリつけないと、うん、島。そんなこんなで今日はキャンプを休みして、うん、ちょっと温泉に泊まりまして2人でゆっくりして、明日またチェックアウトしたら次は盛岡冷麺の旅に。言っていいの？出ます。ずっと食べたいって言ってたもんね。本当に私札幌で週1で冷麺食べるぐらい冷麺冷麺好きで、うん、本場の冷麺食べたことないから、うん、どうしても今年行きたくて夢が叶います。青森最高でした。いや最高でした。また来ます、うん、絶対また来ます。人もいいしね、いろんな人に会えたね、うん、銭湯のばあちゃんもね本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。明日もね、なんか奥入瀬渓流って朝がやっぱ綺麗らしいから、朝ちょっと時間あったらまた来ようかなと。光の入り方が違うんだよね、多分。明日チャンスがあればコケソフト食べます。